こんにちは、山本道場の誠司です。さあ今日は山本道場ゴルフ TV、ショートゲーム編、これをやりたいと思うんですけど、まあショートゲームといえばですね、やっぱりこう転がし、私もランニングアプローチをまず上手くなってほしいなというふうに思いますけれども、まあエンターテインメントを考えると、ね、やっぱり上げるショット、これがやっぱり一番魅力的です、ね、で、前回バンカーもやりましたけれども、やっぱりそのバンカー越え、バンカーを越えるためにはもう大きく打つしかないと。大きく打ってしまうともう全然ダメじゃないかと。あと小さく打ってしまうとバンカーに入ってしまうということで、できるだけ高く、そしてボールが止まるというのが一番いいわけですね。普通に考えると、まあロフトが開いてる58度、もしくはサンドウェッジを使って普通にまあ打てばですね、上がるんですけど、ここにプラスもう一つ、ボールを上げるという、そのテクニック、これがやっぱ欲しいですよね。でいつも、ちょっと簡単に、しているんですが、今回もちょっと簡単なイメージをしてみましょう。はい、それでやってみたいと思います。まずここでダフったりトップしたりしたくないので、これはもう山本道場のカリキュラムの中でもやりましたけれども、ボールを打つときに右手は前、左手は後ろという、こういう引っ張り合い、グリッププレッシャーをバランスを取りながらそのまま打ちます。特にここでこういった時にこっちに行ったりこっちに行ったり、この右手と左手のバランスは絶対保った状態のまま、そうするとヘッドがバランスを取れた状態のまま動くので、ロフト通り行きます。これで一番、これが一番オーソドックスな感じですね。もう58度通り行くんで、今度はちょっとプラスしてもっと上げたいいう場合は、このインパクト、ボールがこのちょうど氷できたインパクトで、インパクトのところでさらにここで、今までは圧力が変わらないけど、さらにボールのところで圧力を変える、これはねちょっと難しいです。ドンピシャのタイミングで行かないと いけないので行きます。こんな感じですね。これがちょっとでもこう、こっちの方が勝ったりこっちの方が勝ったりするんじゃなくて、ここでちょうどほんまにボールのこの辺りでピシャッっていう感じですね。
ピシャってこんなイメージ、右手と左手がピシャって離れた状態、こう上げるというのは以来もうここの物理法則だけでボールが上がるというか、これはまあ曲芸みたいなもんですね。まああんまり対応しない方がいいです。あの絶対絶命、ここは絶対にあのバンカーにも入れられないし、バンカー越えて、ね、しっかりしないといけないという時に使ってください。もうギリギリを攻めてますけど、でもだからといってこれのいいところは、このテクニックを習得するとその大きく上げてない、ふわっと上げるにしても、このインパクトのここの作用だけなんで、あのものすごいミスにはならないんです。という感じです、まあちょっと曲芸じゃないですけど、まあそういう感じで、まあちょっと特殊なテクニックという感じで皆さんもちょっと、練習してみてはいかがでしょうか。それでは。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お